勘吉も力持ちになったな。たくさんの商品がいっぺんに届けられるから助かるぞ。これくらいならへっちゃらだよ。兄ちゃんすごい。まあな。梅、知ってるか？ん？ここには昔大きなお城の天守があったんだぞ。お城？本当？父ちゃん。かつてこの地にあった桜城は石垣のない城だった。たくさんの坂道、江戸につながる街道、多くの人から信仰を集めた真方神社、西洋医学を教える順天堂、城下町桜の歴史と受け継がれる思いを知った勘吉は何を志すのか。千葉県誕生150周年記念事業、漫画で旅する日本遺産北総四都市江戸紀行、電子書籍公開中。